笹部駅は兵庫県川西市笹部麻原にある野瀬電鉄妙県線の駅。駅番号は NS11。単式一面一線のホームを持つ地上駅で上下線の列車が同一のホームに発着する。ホームの有効長は4両編成分。駅構内は副線分の用地が確保されているが、線路は山下方のすぐ手前で断線になる。駅舎内には 自動券売機や自動改札機、自動生産機が一台ずつ設置されている。野生電鉄線内ではバリアフリー化が進んでいる駅が多いが、当駅の改札口へは階段を昇降する必要がある。また、トイレは設置されていないほか、駅付近にも公衆便所は設置されていない。駅外部に向けた駅名看板は長らく設置されていなかったが、2009年に、 小型の駅名看板が掲出された。南側は住宅が密集する大和団地が迫り、東側の歩道橋を渡って行き来する。一方、北側は市街化調整区域に指定されており、田園風景が広がっている。北側からは駅舎正面の車道でアクセスできるが、この道路は車両の離号が困難なほど道幅が狭い。当駅は、 大和団地の裏手に位置するが、多くの住民は、隣の阿蘇屋駅や山下駅を利用している。これは、両駅に特急、日清エクスプレスを含む野せ電鉄線内の全列車が停車し、かつ商業施設もあるなど利便性が高いためである。団地内には、両駅へと向かう阪急バスの停留所もある。こういった条件などが重なり、当駅は、 乗せ電鉄線内では最も乗降客数が少ない。開業当初は自動改札機が導入されておらず、それまでは降車時に乗車券を運転手に手渡しする必要があった。住宅地分譲開始後の1968年に、時和台駅が開業するまで妙見口駅まで途中、駅がなかった。また、山下駅へと向かう駅北側の道路は北寄りに、迂回しており、 南側から向かう場合も、道路の関係で南方向に迂回する必要があることから、同駅への徒歩などでの移動は遠回りを強いられる。当駅、山下方には、山下駅の第一場内信号機が立っており、山下駅構内と近接した状態となっている。当駅と山下駅との間は、伏線や単線並列のように見えるが、山下駅構内の一部である。 ありがとうございます。